やっほー、皆さんこんにちは。やあやあ、お主らこんばんは。ゆいです。きよみじゃよ。今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよー。はい、今日はきよみさんとの実況です。なんだか久しぶりの組み合わせね。いや本当じゃよ、わらわみなに忘れられてないといいのじゃが。きよみさん普通にインパクトあるからそれはないと思いますよ。タケノコメンバー全員インパクトすごいと思うのじゃが。確かに普通な人誰もいないや、それ以前に人がいないや。まっ、そんなわけで今回はインパクトがありながらもみんなから忘れられてそうな妖怪を使うぞ。過去一で悲しい紹介なんですが。はい、まずはいつものバカズキンですか。妖術アタッカーには必須じゃ必須。頼むからそうな目は来ないでくれ。バカズキン使うたび全員が言ってますね、それ。それで今回のナローニャンの方はっと。うにゃにゃ、今日はブロッカーヒーラーモープだにゃんよ。いざという時壁になってもらうためにブロッカーコンにしたのぜ。ヒーラーである理由はとことん今回の主役を活躍させるためぜ。というわけでこやつが今回の主役、発電人じゃないよ、発電人ぜ。うわ、ずっと発電人かと思ってた。確か、神妖怪を除けば一番妖力が高いんでしたっけ。ほぼ正解ぜ。一つ上に火の鳥がいるが、あいつは例外でいいゼロ。というわけでその妖力の高さを生かして今回はラッシュコンぜ。怨念もギリギリ耐えそうなステータスですね。スポクラは素早さに少し振っておるぞ。そして残りの壁はその発電神を強化する妖怪たちぜ。電波小僧は D ランクの妖怪でスキル雷遊び持ち。その進化先の電人もスキル雷遊び。これで雷妖術の火力がだいたい 40% アップじゃな。そして最後は雷妖術は環境に刺さりにくいから風通じゃ。発電神をこれでもかとサポートしたラッシュパーティー。ザ・ロマン構築じゃ。スキルで頭巾のバフが長持ちするからナローニャンで回復しつつ耐えて頑張るのじゃ。回復任せるにゃん。でも近いうちに猛虎山田で俺っちが主役の回。それじゃ行くのじゃ。にゃ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 。よし、マッチングしたのじゃ。 SSS ランクの方よろしくお願いします。そうなめ、そうなめだけは来ないでくれ。来たらその時点で終わりです。初陣だし負けてもいいから気持ちよく戦いたい。いい感じのパーティー来てくれなのじゃ。さてさて、相手の人は準備に手こずってる様子。例の運命対策の移動とかしてるのかもしれんな。さて始まったの。スッパよくないなんだ。ジバニャン S はよくわからんが、なかなか破壊力がありそうなパーティーじゃ。よくで裏の壁たちは確定に発射し、バカズキンでなんとか時間を稼いでほしいのじゃ。うにゃにゃ、俺っちで回復させるからよくの心配はいらないにゃ。ちゃんと回復させてよ。攻撃とか取り付きとかはやめてよね。おいおい、それよりももう告発かわからんがラッシュコンが発動したのじゃ。ジバニャン S は低耐久だからいける。よし、2枚抜き。このままよくも倒すのじゃ。いやー、よくは高耐久だし、さすがにそんなの知らん。いけいけどんどん。よーし、よくはワンパンじゃ。いやいや、嘘でしょ。バグレベルの火力なんだけど、あのよくを一撃。ああ、裏にクリティカルが出やすい妖怪がいたのか。通りでワンパンできたわけじゃ。それにしてもジャンク腰のデバフ強化してないのに欲を一撃とは。さすが一般妖怪で妖力ナンバーワン。今ので相手のパーティーは完全に崩壊。勝ちは確定ね。じゃな、じゃが最後の方もラッシュ発動で気持ちよく勝つために動くのじゃよ。相手のクリティカル要因は無敵コイだから我慢コイよりはラッシュが発動しやすいわね。じゃな、実に助かるのじゃ。またこれで発動じゃ。サボらないよな。ガードもするなよ。ラッシュが発動したと思ったら無駄行動、あると思います。剣舞などの S ランク不思議族はものすごくサボりやすい印象があるのじゃ。草薙も異様にサボりやすい印象あります。レアな S ランク妖怪は怠惰じゃ、脳怠惰じゃ。さてここはドキドキを狙って電人でいい感じに削ってもらうか。ガードしてないドキドキならバッ入った電人で倒しちゃいません。クリティカルじゃなければ倒せないと思っておるのじゃが、やっぱり普通に耐えてきたな。よっすらワンパンされたのに。さすが壁特化の妖怪。でも最後はラッシュの糧にさせていただきました。うおー、発電神最強、発電神最強。このまま全ての試合で無双してやるのじゃ。ちょっとそのセリフはフラグにしか聞こえないんですが。いやいや、見ろこやつらの勝利の舞を。やる気バッチリじゃ。フラグの二度かけ。まあ頑張りましょう。俺っちたちの戦いはここからにゃ。にゃ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 。あれから時間は経過した。F、心が折れる。さっきの試合から約2時間、超体力でアマンの羽は永遠に技をかわすブロッカー時空心、なんやかんやでラッシュが発動できなくてボコボコにされてます。俺っちの自慢の回復力でも轟き獅子のバフが入った W エルドラの前じゃ無力だにゃ。いやいや、本当にボコボコに蹂躙されてるんじゃが。そうな目は全然いないはずなのにおかしいのじゃよ。やっぱりガード無視ができない妖術でラッシュ構築は厳しいものがありました。ヤマトボケルみたいな単純に体力が多いだけの壁ならそこまで突破は困難じゃないけど、そこに当たり前のように発動する超我慢やヒーラーを添えられたらもう無理ポケ。それと一番厄介なのが今のような無駄行動じゃ。
発電審査ボリもするんだけどガードする頻度が尋常じゃなくて、やはりレアな S ランクは怠惰ぜ。許せん。怠惰なのはその腹だけにしておけ。はいはい、あまりそういうこと言わないでください。あ、でもナローニャンも最近お腹出てきたわよね。俺っちは猫だから少しプニプニしてた方が愛嬌があるのにゃん。そういうことって自分で言うもんだっけ。ウォット電作小僧の必殺かわされた。素早さ110のはずなのじゃが、相手プリチーヒンないはずなのに。なんか運悪い。かなり運が絡むパーティーで、それは致命的なんじゃが。ああ、それとなかなか勝てない理由二つ目じゃが、今盤面に散らかっているイカのせいでラッシュが発動したが、最後勝手に自滅してしまうのじゃ。通常行動、床ダメージ、ラッシュ発動、床ダメージ。あれ？世にも奇妙な、発電神は攻撃していたはずなのにやられていたのにゃん。今の対戦ではパンドラの必殺で倒されたがな。はい、このように序盤でラッシュ無双しないとやられてしまいます。いやあ、さすがにパンドラの必殺2連続は回復間に合わないしな。ナローニャン、今から蘇生必殺を覚えるのじゃ。切実に覚えたいです。スキルことぶきでもいいぞ。使いたいです。環境壊れるからやめて。マイニャンは使えないままナローニャンだけ使えれば問題ないじゃろ。終わりなんだよな。俺っちは主人公だから大丈夫にゃん。あれ必殺外れちゃった。どこが大丈夫なのか説明して。運よくガードしていないパンドラだけに外すのはナローニャンを虫狙っておるな。違うのにゃん。チョコレート。チョコ不足でやる気が出ないならこの後アツアツのチョコで溺れさせてあげるわよ。そのままナローニャンで肩でも取ってあげるわ。視聴者さん助けて。いやちょっとそれはずるい。冗談だから冗談。こんな雑談ができるほどに動きがないの。妖術軽減パンドラ、回復する肉焼き、妖術オンリーのこのパーティーじゃ突破不可能じゃ。サドンデス突入確定ですね。ならラシコンの発電芯残しておけばよかった。あ、まあどうせサボるじゃろうし別にいいか。一応主役なのにもう訴えされてないの草です。それじゃ主役級の電人と電パッコ像頑張って。それとナローニャンはしっかり猛虎発動してね。猛虎なったらエテクソニャンよ。猛虎だけに猛虎なったら。ちょっとそういうダジャレは今いいかな。ユイがいつも言ってるダジャレニャンよ。え、自分がいつも言っているダジャレの面白さ、これでわかったニャン。おいおい、急に闇ナローニャンになるな。キヨミさん、私のダジャレ面白いですよね。俺っちの尻尾は何色ニャン。面白い面白い。地獄みたいなダジャレを連発しないでくれ。ぐさぐさ。やはりサドンデスまで行く戦いの実況は大変じゃな。残りはキアカの可愛いところをひたすら言い合うか。それはそれで地獄なのでやめてください。うっばー、また肉焼き回復してきた。ガード虫と水妖術なしじゃ突破できんじゃろこの妖怪。これだけ強化した雷妖術使いたちでも倒せないとは。低Cランクなのに倒せない。電人も電発小僧もバカズキンのバッハ入ってるのに。交代中で効果力、攻撃にガード虫がついていて、上げランクを使えば伸びしろもある。もしかしてラッシュ肉焼きいけるかもしれんか。技を外しまくる未来しか見えないのでウルドラでいいです。ピエン。とりあえず発電神じゃが、発電神ではない、発電神。これだけ覚えていってくれ。